コンピュータゲーム、コンピュータゲームは、コンピュータによって処理されるゲームのことである。ゲーム機の記事も参照。携帯によって、アーケードゲーム、コンシューマーゲーム、テレビゲーム、携帯型ゲーム、パソコンゲーム、携帯電話ゲームなどの分類がある。ゲーム画面をビデオモニターに出力するため、ビデオゲーム等とも。また、いわゆる LSI ゲームも含め電子ゲームと呼ばれる。 場合もあるコンピュータ化したものという意味合いでデジタルゲームなどと呼び、コンピュータゲーム以外のゲームをアナログゲームと呼ぶ向きもあるが、デジタルやアナログという語の本来の意味からは離れた表現である。なお、日本、日本語のコンピュータゲームと英語圏、英語のコンピュータゲームはやや意味合いが異なる。日本のコンピュータゲームに近いのは、 英語圏のビデオゲームである一方、英語圏のコンピューターゲームは日本のパソコンゲームに近い意味である。スペースウォーはミニコンピュータで開発され、遊ばれた。その後1970年代に誕生したマイクロプロセッサの発展につれ、マイクロプロセッサの人気ある応用の一つとなり、やがてゲーム専用機といったものも現れた。なお、歴史は、 必ずしも一本堂ではなく、マイクロプロセッサはまだ使われず、各種汎用ロジック IC を多数用いて構成されていたビデオゲームなども1970年代にはあった。いずれも最初は構図化の趣味から始まったものが、やがて一大産業にまで発展していった。日本においては九百七十年代末より広まったアーケードゲームにおけるビデオゲームや LSI ゲーム、 電子ゲームがコンピュータゲームの産業化の走りといえ、1980年代にはスペースインベーダーや家庭用ゲーム機の代名詞となるファミリーコンピュータが社会現象となった。ゲーム産業はテクノロジー、ビジネスモデル、コンテンツデザインによって変質しながら成長していく巨大な森と言われる。日本においては、 国立国会図書館法の一部を改正する法律が2000年10月1日に施行され、コンピュータゲームソフトを含むパッケージ系の電子出版物にの応報義務が課せられた。ここでは特徴として、非電源ゲームの主として、ボードゲームやテーブルゲームやカードゲームとの対比を述べる。以下のルールとプレイ人数と乱数の節に関しては分類の節も参照のこと。 一般にゲームというものは何らかのルールを定める、あるいは何らかのルールが自然発生するところから始まると言ってよいであろう。コンピュータゲームもルールが存在するが、コンピュータがゲームを決定して、ルールの適用も任せることとなる。必要な要素をコンピュータがシミュレートしつつ進められる、ため、実在の優遇や人間を必要とするとは限らない、メタ化される。特に AI。 人工知能に挑む側面が強い。ゲームの進行は、プレイヤーの入力に対する結果をコンピュータが演算し、その処理結果に対して、さらにプレイヤーが次の入力を行うという、繰り返しによってなされる。単純な形態としては、数当てゲームが挙げられるが、これはコンピュータが定めた一つの数字に対して、プレイヤーが値を入力し、 コンピュータがその値と自らの定めた数字を比較した結果、どちらが大きいかのみを答える。このヒントに従ってプレイヤーは新たに値を入力し、再びコンピュータが判定を行った結果、ヒントを出すという過程を繰り返す。そして、正解に至るかプレイヤーが飽きて、コンピュータの電源を切るまでゲームは続く。コンピュータゲームはいずれも多かれ少なかれ。 こういった人間とのやりとりを繰り返すことで遊びを提供する性質を持つ。プレイヤーの行動である入力以外がコンピュータによって処理される。主なハードウェア構成は演算処理を行うハードウェア本体、プレイヤーの入力機器であるコントローラー、処理結果の出力機器であるモニタ画面やスピーカーから構成され、原則的にはこれ以外の補助機器の類を必要としない。 また、入力機器は、簡便なものが用いられ、大抵は両手のみで全ての操作が行えるようになっているが、中には、体全体を使ってコントロールする入力機器も存在する。いずれもコントローラーを介して入力された操作を、ゲーム機内部のコンピュータが処理した結果として、出力を行う。テトリスのように偶然性を用いるために乱数を利用する場合がある。コンピュータには、 本当の意味での乱数は生成できず、代わりに疑似乱数が使用されている。疑似乱数を使用すること自体には、実用上は何の問題もない。CR 時定数回路とカウンタ等といったごく単純な方法でも、疑似乱数列の初期化のための真の乱数によるシードを得るには普通のゲーム用途なら十分である。これは1970年代のマイコンでも最悪。 コストにして数百円程度のハードウェアを付加する等の工夫をすれば、さほど困難ではない。一般に最低要求水準とされる、いわゆるパークミラーミンネマルスタンダードなら、8ビットプロセッサ程度の能力があれば、数十バイトで実装可能である。アーケード、テトリスの場合、バッテリーバックアップによって状態を保持することでパターン化を可能にされることを防いでいた。しかし、 バッテリー切れにより電源パターンが可能になってしまった。また本来であれば事実上不可能なはずの永久パターンが電源パターンによって可能になるといった場合もある。過去にはカルドセプトサーがバグ問題のように低質な乱数によるゲームの崩壊といった現象がしばしば発生している。これは実際のところ わざとやっているか手抜きか、そもそもまともな疑似乱数列生成器を使っていないか、疑似乱数列生成器のまともな使い方を理解していなかった、といったパターンがほとんどである。シューティングゲーム等には、1980年代前半頃は、乱数を利用するものも多かったが、その後は、ランダム要素を排除した、いわゆる、覚え芸に、デザインされる傾向が強い。 シューティングゲームの場合、乱数は弾のばらまき方等、わずかに利用される他は排除される傾向もある。隠しコマンドや、裏技や、チートなどと呼ばれるもののうち、デバッカ等を利用して、直接メモリを書き換えるような行為は別としても、コンピュータプログラムの常として取り切れなかったバグが、ゲームルールの抜け穴を作ってしまったりすることもある。 これは単なる設計上の不具合である講義の不良品だったり、あるいは制作側が予期しなかった行為だったり、設計上で組み込まれたジョークだったり、と、本来の楽しみ方ではない機能である。これらは、遊ぶという行為がその行為そのものに価値を見出さず、ゲームのエンディングを見る、無敵戦闘機、最強主人公など、他の部分に価値を見出した場合に、積極的に利用される。 ゲーム設計者、ゲームデザイナーと、プレイヤー間に暗黙のうちにあるルール、メタルールとして、ゲームのセーブロード等のゲームルール外の操作は、ゲーム中の状態を任意に保存し、また復元することだけを行うもので、セーブ不能区間がある、強力な敵とのエンカウントの直後に強制セーブされる、といった制限などはあっても、ゲームルールには関与しない、などといった基本的なルールがある。 しかし相手それを破るようなセーブデータを削除するとゲームが進行するといったものやゲーム中のキャラクター NPC によりセーブデータが削除されるというイベントによって実際にセーブデータが削除される一周目には真のエンディングに到達するルートが存在せず二周目以降で初めてそのような分岐が現れるといったものもあるもっと極端な例ではプリスマティコラゼーションのように 何周も繰り返しながら別の集会での出来事がパズルのように複雑に絡んでいるフラグを揃えていくというものもある。一般のゲームと全く同様にコンピュータゲームに関しても理論的な人数、非ゼロは無有限、不確定、不完全情報というような分類が応用できる。コンピュータゲームの特殊性としてはプログラム等の提供者を信じる限りにおいて 第三者として対戦ゲームなどの信用できる、判定者としてコンピュータを利用できる、ゲーム性の点で、疑問はあるかもしれないがプレイヤーは眺めるだけといった、例人ゲームといったものが、非電源ゲームなどと比較して、割とあり得るといった点がある。以下は、より、コンピュータゲーム固有の事情や観点からの分類である。アーケードゲームビジネスは、コンピュータゲーム以前から存在しており、 それらのゲーム機、特にビデオゲームのコンピュータ化が1970年代のコンピュータゲームビジネスのルーツの一つであるバングはビデオゲームであるが最初の製品の時代にはコンピュータは使っていない。1970年代のコンピュータゲームとしてはメインフレームやミニコンピュータ上で作られ遊ばれたものもあるが前者はデモンストレーション用といった位置づけが強い。 後者はスペースウォーのようにアーケードゲームに発展したものもある。しかし最も多いのはスタートレックのように次に述べるマイコンゲームになったパターンであろう。1970年代後半から急速に発展したパソコン。当時の故障はマイコンでは当初は自作や公開されたプログラムリストによって自由に流通するプログラムの 中の一ジャンルとしてゲームは人気のある分野であったが、ビル・ゲイツの努力を参照1976などもありパソコン向けプログラム製品を商品とした市場ができるとパソコンゲームも商品となるようになった。続いて家庭用のテレビゲームが現れた。前述のアーケードやこれらのゲーム専用機は1970年代のモノは1機種につき1種類のゲーム。 ないし多くても十数種類程度の最初から内蔵されたゲームが遊べるというものだった。1980年代に現れたアタリア、ニンテンドウのテレビゲーム機は、プログラム、ソフトウェアをカートリッジに、搭載の ROM で供給するという形態により、ゲーム機本体をプラットフォーム化し、ゲームソフト市場を作った。後にはより小型化されディスプレイを内蔵した、携帯型ゲーム機も発売された。 以上の類型をまとめて、コンシューマーゲーム、コンシューマーイコール民生市場向け、家庭用とも呼ぶこともある。家庭用ゲーム機は、その生産台数の多さから、任天堂ファミコンの場合では、リコーの各 IC、セガサターンの SH2、セガドリームキャストの SH4 など、集積回路産業に影響を与える存在にもなった。アーケードのビデオゲームも、高度化により、 コストが高騰したこともあり、基本的な設計の流用から始まり、1990年代以降は多くの製品が何らかのプラットフォームをベースに設計されることがほとんどとなっており、カートリッジでソフトが供給されるようなプラットフォームもある。LSI の高性能化などにより1980年代から1990年代に現れた電子手帳や 携帯情報端末でもゲームを遊べるものがあった。近年は携帯電話やスマートフォン、スマートデバイスで遊べるゲームという形態となっている。コンピュータの処理能力の進歩により映像表現や演出が高機能かつ多彩となっている。以下に示すのは既存のゲームジャンルを便宜的に区分して列挙したものである。既存のゲームジャンルいくつかにまたがるものも存在し、それが 新しいジャンルに発展したものもあるため、ジャンル分けも絶対的なものではない。テールズ・オブ・シリーズのように独特のジャンル名が付けられる場合がある。操作技能要求系は、いわゆる反射神経や動体視力がものを言うゲームで、あるが、そのいくつかでは、要素の出現パターンが決まっており、それらの暗記が求められるものもある。またコントローラーの性質で、 遊びやすかったり遊びにくかったりするという要素も強い傾向がある。操作技能不要系は即決的な判断よりも熟考して判断することが重視されるゲームである。より複雑なゲームルールである傾向が強く、また遊ぶ時間も他のジャンルに比べ長くなる傾向がある。セーブで中断に対応するものも多い。ゲームのジャンルとしては ロールプレイングゲームや、ウォーシミュレーションゲームのように、コンピュータゲームが生まれる以前から遊ばれていたものや、ボードゲーム、カードゲームといった卓上ゲームを、コンピュータで遊べるようにしたものも多い。統合系はいくつかのゲームジャンルの要素を組み合わせたり、または、ゲーム以外の概念を既存ゲームに組み込んだものである。登場当初は確定したジャンルが存在しなかったものも多い。 RPG にアクションゲームの要素が加えられたアクションドールプレイングゲーム ARPG やパズルゲームにリアルタイム性を持たせたアクションパズルがある。リアルタイムストラテジー RTS はシミュレーションゲームにリアルタイム性を持たせたものである。一時停止を使用しないことでプレイに緊張感を与えほとんどが戦闘を扱う。少人数のオンラインゲームに分類される。 シミュレーションゲームにおける分類は、某シミュレーションゲームや、歴史シミュレーションゲームとなる。マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナモバと共に e スポーツとも呼ばれる。オンラインゲームは、コンピュータネットワークを利用して機能するゲームのジャンルである。古くは、パソコン通信などであったが、2000年代において、その多くではインターネットへの対応を見せる。スタンドアロンなゲームに対して持ち、 競技では常にネットワークに接続した状態で行うものを表す。インターネットの普及に伴って遠隔地にいるユーザー同士がプレイを共有するゲームソフトが登場している。ネットの多人数参加型コンピューター RPG として、モープグ、MMORPG がある。プレイ人数による分類よりも他のプレイヤーとの関係による分類が優位と言える。 二人対戦を基本とするゲームでも、アルゴリズム、人工知能を対戦相手とした一人プレイのモードが存在する。これはコンピュータが対戦相手役を兼ねるものであり、プレイヤーが一人であってもゲーム内容は二人プレイと同質のものとなる。複数人が同時にプレイするコンシューマーゲームにおいては、家庭内でゲーム機を介して他人とコミュニケーションするという意味合いもあって、 協力関係であるものと競争関係にあるものが主流となっている。複数のプレイヤーが相互に一人プレイを行う形態もレトロゲームやボードゲームやモノポリーといったパーティーゲームをコンピュータゲーム化したものに見られる。携帯型ゲーム機ではセーブデータを複数保持することで同じロムカートリッジで厳密には各々のプレイヤーが個別に遊べるだけではあるが、 複数プレイヤーに対応するものもある。2000年代より急速に進歩を見せたオンラインゲームのように、コンピュータネットワーク、インターネット経由で他のプレイヤーと協力ないし競争するタイプのゲームも増え、こちらでは特定人数による対戦形態から MMORPG のように、ほぼ無制限なプレイヤー人数と同じ仮想世界を共有する形態も一般化の傾向が見られる。 主に極端な特性を持つという理由から、プレイヤー層が限定されたり条件が示されたりする分類である。販売店で購入者の的確チェックが行われる場合もある。このような作品は、いわゆる全年齢対象のような満費と受けは、最初から切り捨てて、特定のプレイヤー層に特化しているため、老若男女に受け入れられるように配慮されていない。そのため、 対象プレイヤー層以外、成人向けゲームなら、未成年者には与えるべきではなく、また場合によっては内容に関する注意、面積事項が必要であると考えられる。プレイヤーに与える感覚による分類であり、ユーザー視点でもあるため、メーカーの意図しないジャンルに分類されることもある。チーク玩具のような考えもあり、キッズコンピュータピコに代表される、教育用や、 教材用ソフトウェアも存在している。老人性認知症の予防、フック教を使った低新収士術を目的としたシリアスゲームやゲーミフィケーションがある。2013年からはナラティブという言葉も取り上げられてきた。どのような経路で販売ないし流通しているのかによる分類だが、こういったゲームソフトの流通経路はコンピュータゲームに限らない。パッケージソフトウェアに対して ダウンロードゲームがある。同人ゲーム、インディーズゲームは、黎明期のパソコンゲームが、ほぼこの様式だったが同人ゲームからプロダクション化して、メジャーデビューする場合もあり、セルフパブリッシング、自己出版の場合もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。